てご説明をさせていただきます。まずはじめにですね、簡単にこの、経営改善に関するこれまでの取り組みというところを背景として、説明をさせていただきまして、それからその今回の補正予算の中身について、お話をさせていただければというふうに思います。ではお手元の、2ページ目をご参照ください。こちらですね、ご案内の方も多くいらっしゃると思いますけれども、中小企業金融円滑化法というものを中心にしてですね、経営改善に関する取り組みを少し、時系列でまとめたものでございます。中小企業金融円滑化法はですね、平成21年に今成立いたしまして、内容としてはですね、簡単に申しますと、中小企業の方から金融機関に対して条件変更の申し出があった際に、なるべく金融機関をそれに応じていただきたいという努力義務を出すというものですね。あとはですね、その金融機関の方でその条件変更にどれぐらい対応いただいているかというものを公表していただきたいと、そういった2つの柱がございまして、この法律に基づきましてですね、これまで9割以上の条件変更の申し込みに対して応諾をされているという状況でございます。で、この法律のもともとの狙いがですね、返済条件を緩めている間にその中小企業の方が経営の立て直しを進めていただくというものが趣旨でございます。ただですね、なかなか外部環境などもございまして、当初の期限であった、平成23年3月末、でから、1年延長されて、さらにですね、その後、平成24年の3月に今度は最終延長という形で、平成25年の3月末までということで、期限が延びてございます。なので、来月の末までですねが、この法律の期限ということになってございます。でそれと合わせまして、去年の4月にですね、中小企業の経営支援のための政策パッケージというものを内閣府金融庁中小企業庁の連名で作成をいたしまして、これに基づいて現在中小企業 の再生支援を進めているというところでございます。また、合わせまして、8月にはですね、先ほども他の政策の中でご説明がいくつかありましたけれども、中小企業経営強化支援法今施行されて、これによってもその中小企業の支援が進んでいるというところでございます。1枚お見送りいただきまして、3ページ目にですね、この去年の4月に、公表されております政策パッケージの中身が、書いてございます。あまり詳しくはご説明はいたしませんけれども、主な中身としましては、主な施策の1ですね、金融機関によるコンサルティング機能の輸送の破棄ということで、必要に応じてその外部の専門家とも連携をしていただきながら、経営改善を投資していくというところでございます。丸2番が、企業再生支援機構、こちらは JAL の再生で有名になりますけれども、そういった機構とですね、あとは中小企業再生支援協議会ですね、こういった、中小企業の再生を、支援する専門機関と、専門機関の、機能を強化するということで、その、体制を強化するあるいはその対応を、スピードアップを図るということを実施してございます。3番目としては、その他にですね、経営改善ですとか事業再生を支援するさまざまな施策の推進ということを謳ったものでございます。4ページ目にはですね、中小企業経営強化支援法というものを、8月に施行されましたというところですけれども、こちらはその再生支援経営改善には限らないさまざまな専門分野の方が登録をされておりますけれども、その一つのですね、機能というか役割としてそういった経営改善の、についても大きな役割を果たしていただきたいということが狙いとしては、ございます。続きまして6ページ目以降がですね、今回の補正予算で、新たな取り組みも含めて、措置を予定するようなものでございます。6ページ目ご説明させていただきます。大きく2つございまして、1つはですね、なかなか企業ご自身では経営改善計画の策定は困難な、多くのですね、小さな中小企業の方々、こういったところに全国の認定支援機関が対応していただくというところでございます。中身としては2つございまして、編みかけの中ですね、1つ目が認定支援機関が中小企業者に対して行う経営改善計画の策定支援、あるいはその計画策定後のフォローアップに対しまして支援をしていくということで、中小企業の経営改善を集中的に後押しするということで、こちら補正予算で405億円というかなり大きな額を創設する予定でございます。で2つ目の見かけとしては、こちらも一部実施済みでございますけれども、認定支援機関の方々向けにですね、経営改善に関する研修を、3日間の研修をですね、
全国80カ所で実施をいたしますということで、専門人材の能力をさらに強化をしていくということで、まあ、これはさらに現在実施しているものに加えて補正予算でもまた新たに実施をしていくというところでございます。あと2つ目の丸でございますけれども、じゃあ先ほどの政策パッケージも少し出てきましたが、中小企業再生支援協議会、こちらの機能は基本的な強化を行って、まあ、質量ともにですね、その支援件数を増加をしていくというものでございます。次に7ページ目をご覧ください。こちらはですね、本日の補正予算の中身として、まあ、メインで説明をさせていただければと思いますけれども、認定支援機関による経営改善計画策定支援ということで405億円の予算でございます。中身としましては、金融支援を必要とする中小企業あるいは小規模事業者の方ですね、が、外部専門家認定支援機関の助けを得て実施をする、経営改善計画の策定を支援させていただくというものでございます。具体的なイメージとしては、約2万社ですねを対象といたしまして、認定支援機関がその経営改善計画の策定ですとか、あるいは、資産査定ですね、デューデリジェンスを、行った際の費用、あるいはその計画策定の後のフォローアップの費用について、総額の、300万円を上限として3分の2を支援します。ですので、その支援額としては、まあ、200万円ということを上限に考えております。その下に事業スキームとですね、事業の流れが簡単にございます。まず大きな枠といたしましては、事業スキームの概要の上の方ですね、国の方で基金管理団体の基金補助という形で基金を造成いたします。でその基金に基づいて、全国にあるですね、再生支援協議会、こちらに、まあ、事業委託の形で、この事業を実施いただく、まあ、事務局というか、ね、組織を作っていくということを行っております。ですので、まあ、再生支援協議会は今もですね、中小企業の再生支援を行っているわけでございますけれども、まあ、そこにさらに新しい、部門を一つ設置をして、まあ、そこはこの事業を実施していくというイメージでございます。で実際のじゃあ事業の流れどういったものかと申しますと、まずですね、中小企業、小規模事業者の方と、それに関わる認定審査の方が、連名でですね、その再生支援協議会の新しい部署に対して経営改善計画の策定を申し込んでいくということになります。なので初めから中小企業の方と認定審査のチームを組んでいただいて申し込んでいくということになります。で、その後ですね、申し込んでいただいた後に実際に認定審査の方で経営改善計画の策定の支援を実施していただくということになります。でさらにですね、その後に、金融支援等に関する協議というものがございます。で、計画を作った後にその計画に基づいて、金融支援についてですね、中小企業、小規模事業者の方が、金融機関と協議をしていただくということで、まあ、基本的にその計画として金融機関にも、まあ、合意を取っていただくということを想定しております。で、計画が作られまして、まあ、金融機関の合意も得られましたという段になって、その計画を再生支援協議会の方にご提出をいただいて、でそれを再生支援協議会の、まあ、新しい部署ですね、チェックをして、まあ、確認をさせていただいて、その、計画策定にかかった費用のうち3分の2を、支援するという形を想定しております。で、その後フォローアップですね、その計画策定後も、まあ、計画を作って終わりというわけではなくてですね、引き続きその進捗状況を認定していくのでフォローいただきたいというふうに考えてございまして、まあ、その定期的なモニタリングを行っていただきます。でそのモニタリングにかかった費用についてもですね、支援対象として、まあ、3分の2を上限に支援をしていくということになってございます。で今のは、まあ、ざっと事業の流れの概要でございますけれども、今のところですね、実施要領ですとか具体的なじゃあその申請の様式がどういったものかというものはまさに制度設計中でございまして、事業の詳細がまだですね、固まってない部分があるので、その辺はちょっとご了承いただければというふうに思います。続きまして8ページ目以降、3ページにわたって、認定支援関係の経営改善事業再生研修事業について記載をしてございます。こちらは既にもう実施されている部分はですね、公表されていることもございますし、この中にはこちらにご出席いただいた方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、補正予算でですね、5億円、措置をしておりまして、
これが、まあ、成立して、まあ、この研修の後にですね、また新たなバージョンとしてリニューアルして実施をしていくということを想定をしております。その際にはまた、ご案内があるかと思いますので、チェックいただければというふうに思います。続きまして最後にですね、11ページ12ページで、まあ、中小企業再生支援協議会による支援ということで記載をしてございます。こちらは先ほどの45億円とはまた別でございまして、まあ、もともとあった再生支援協議会、全国各地ですね、47都道府県1つずつ設置をしているものでございますけれども、まあ、そちらの体制をさらに強化をするというものでございます。で11ページ目でですね、その再生支援協議会の支援の名前を簡単にご説明をいたしますと、こちら、まあ、まず流れとしては窓口相談を、中小企業再生支援協議会の方でいたします。でその窓口相談によってですね、その再生計画の策定が必要だと、あるいはその再生の可能性があるというふうに、まあ、判断した企業様については、その後の再生計画の策定支援を、させていただくということで、ここは非常に応じてその外部専門家とも連携しながらですね、金融調整もその再生支援協議会になっていって、まあ、この計画の合意を目指すというのが、基本的な再生支援協議会の事業でございます。でこちら12ページ目でですね、基本的なスキーム自体は同じなんですけれども、まあ再生支援協議会の全国組織にですね、今回の補正予算を措置させていただいて、まあ、よりその各協議会に常駐する専門家を増やしたりですとか、あるいは外部専門家の方を、まあ、多く活用できるようにしたりということで、よりその対応を、まあ、強化していこうという事業でございます。こちらはですね、まあ、幅広くその企業の、経営改善、事業再生に関する、ご相談に応じておりますので、もしご関係の事業者様とかですね、少しお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にこの中小企業再生支援協議会の方にもつないでいただければというふうに思います。以上、非常に駆け足ではございましたけれども、私からも説明を以上させていただきます。ありがとうございます。誰か質問にございますか、挙手いただければと思います。